野崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、今日はどうしましょうか。今日はですね、はい、すごい法則持ってきました。法則、はい、はい。オープン戦の順位で分かるシーズンの順位。オープン戦で分かるんですか。はい、オープン戦最下位になると、はい、すごいことが起きちゃうっていう順位。最下位になると、はい、オープン戦最下位になっちゃうと、はい、っていう。最下位になっちゃうと毎年最下位みたいな。いや、そんなことないですよね。もうそれをね、今日、はい、まず、はい、言えば、はい、オープン戦っていうのは、うん、順位とか勝ち負けには一切こだわらないんですよ。いや、そうですよね。試しとか、はい、そうそうそう、若手の選手も結構出しますしね、はい。だから僕もずっとオープン戦やってみて、はい、まあ、立場によりますね、はい、立場に。もちろん若手の時は、はい、そんなのもう、まあ、勝ち負けは考えないし、自分がとにかく結果出して一軍の開幕一軍残れるようにとか、はい、レギュラー取れるようにとか、一軍を居場所を確保するために必死で頑張るんですよね、若手の時は、はい。でも確保されてる場合はキャンプで試したこととか、いろんな新しい試みとかを実践で試して、でそれでうまくいくかどうか見て、もしくは修正するかして、はい、開幕に向けて調整していくっていう、うん、でもそこには勝ち負け一切気にしない、はい。だ要は若い時もベテランの時も勝ち負けは正直一切気にしないんですよ、ね、うん。オープン戦ってそういうものなわけですね。でも、ここで一つの問題があって、はい、監督がたまにガチでオープン戦も結果にこだわって勝ちに行くっていう人がいるんですよ。へ、今年もある監督はオープン戦でもしっかり勝ちに行くって言ってるんですよね、はい。で、昔もそういう監督がいたんですよね、はい、うん。ちなみにガチで勝ちに行くって言ってオープン戦最下位になった監督もいるんですよ。そうなんですよ。それちょっとシーズン結構厳しいですね。はい、だからそこはもう監督の問題で、はい、監督がもしね、オープン戦もガチに勝ちに行くって言って、うん、勝てないようなチームは、はい、マジやばいです。なるほど。だって、ガチに勝ちに行くって言って、はい、こっちは勝ち負け関係ないよってやってるのに、うん、負けちゃうんですよ。そこに負けちゃう。それもう結構な重傷じゃないですか。かなりやばいです。はい、でもそうやってやって、うん、まあもう、その人の名前ここまで言いたいんですけど、はい、やっぱそこは、はい、監督までやってる方なんで、はい、調べてもらえればね、うん、誰かわかると思うんで、はい、僕が口に出して言うことでもないし、はい、その方今監督じゃないですけど、はい、こっから根掘り葉掘りして、うん、貶めることもないじゃないですか。さすがにね、さすがに俺もね、うん。だからそこはもうあえて言わないですけど、はい、そういう監督もいらっしゃったんですよ。はい、全力でやって最下位っていうオープンですよね。うん、だから逆に言うと、別に勝ち負け関係ないよと、うん、開幕に向けていろんなこと試すんだよって言った上で負けるのは大したことも何でもないじゃないですか、はい、だから多分視聴者の人も、うん、オープン戦最下位なんて関係ないじゃんとか、はい、オープン戦優勝したからってどうなのとか、うん、オープン戦の順位よりいろんなことを試してやるべきことがあるんじゃないの、うん、ただ心配にはなるけどねっていう。いや、そうです。オープン戦最下位だと、まあ、試してはいるんだろうけど、うん、でもなんかチーム大丈夫かなってちょっと心配になりますから。でこのピッチャー打たれてるけど大丈夫かなって思うじゃないですか、はい、でもこのピッチャーが打たれるのも正直そんな関係ないパターンもあるんですよ。打たせてるとかね、そうそう、言ってました。だから僕はキャッチャーで言うと、はい、まあピッチャーの立場によるんですけど、うん、若手とか、はい、これから一軍の居場所をつかまなきゃいけない時のピッチャーは真剣にリードしてやります、はい、試すとか、うん、相手のことを探るっていうよりも、こいつに結果出させてやらなきゃいけないんで、そんなこと関係なく結果を出すための、絶対勝つためのリードをしてやりますね、はい。でもじゃあロッテだと清水直さんとか俊ちゃんとか成瀬とか、そういうもうローテーション入ってますよ、はい、なんか次方程式入ってますよ、矢部田さんとかね、藤、うん、田さんみたいに、はい。でピッチャーは開幕に向けて新戦力の外国人選手とか、新戦力の新人選手だったりとか、 あとは日頃やらないこととかを結果関係なく試して、はい、打つのがどうかな、はい、ホームラン打たれました、まあ別に大したことない、あ、こうやってバッティングするんだっていうのを試したりするんですよね、はい。でも、まあ、僕も若手の時もやっぱ試したい時もあるんで、うん、その時は監督コーチに次こうこうこうやりますねと、はい、だからもう打たれる危険性ありますけど、こいつの評価はそれによって上下しないようにしてくださいねっていうのを監督コーチにちゃんと伝えておきます、うん、ですね。はい、そんぐらいとこいつがかわいそうじゃないですか、はい、だって僕は別にオープン戦で打たれようがないでしょうが居場所を失うことないですよ、うん、レギュラーになってたら、はい、でもこのピッチャーは居場所を失う可能性があるんで、打たれすぎると、はい、そのためにはやっぱりその監督コーチにこういうのやりますけどいいですかって聞いて、いいって言われたらそれやります、うん、そうしたら場合は逆に言うと打たれても評価下がらないんですけど、はい、抑えたら評価上がるんですよ。お、なるほど、はいはい、っていうところでもあるんで、まあ、そこら辺は万が一のことを考えて言います、うん。でまあ、もちろんベテランの選手たちにも、はい、当落戦場の人たちにはあらかじめ言っときます、うん、こうしますよっていうところは
まあ、そこはね勝手にしてもいいんですけど、勝手にしたらかわいそうじゃないですか、はい、そういったところはするんで、打たれた打たれないも正直関係ないパターンもあるんですよ、はい、でもこれって中にいる人しか分かんないんで、そうですね、肌から見たら全然分かんないじゃないですか、うん、だからそういったところで、ね、オープン戦一喜一憂するファンの人もいますけど、はい、関係ないんですけど、はい、関係ないんですけど、はい、関係あったっていうね、はい、ここに来て、はい、あったこれ関係あっちゃったんですよ、はい、じゃあこれ、はい、見せますね、はい、2000年以降のオープン戦順位とペナントレースの順位の相対関係っていう、はい、こちらです。じゃん、この黒文字は何ですか、この広島キーです。2000年以降、はい、このチームがオープン戦最下位になったチーム、はい、おー、最下位のチームをじゃあ並べてるってことですね。そうです、広島近鉄、オリックス、オリックス、横浜、広島、オリックス、オリックス、巨人、阪神、はい、横浜で2011年が横浜、阪神、中日、ヤクルト、広島、中日、巨人、阪神、日本ハム、これがオープン戦最下位だった、最下位だったチームなんですよね、はいはい、でこのこっちの青と赤の順位がペナントレースの順位、はい、シーズンのもう、はいはい、だからこう2001年の近鉄はオープン戦最下位なのにリーグ優勝、伊手前打線で、優勝してるんだ。でこの2008年の巨人はオープン戦最下位なのにリーグ優勝、はい、おー、え、でも他全部青くないですか。はい、 B クラスです。え、なんですかこのなんか極端な、極端でしょ。うん、だからいや、オープン戦最下位になったら、はい、ほぼ B クラスです。いや、ほんとそういうことですね。え、関係なくないじゃないですか、その。え、だからね、はい、今めっちゃ喋りましたけど、はい、オープン戦なんて順位気にしないんですよっていう、はい、オープン戦順位気にしなくて、やりたいことやりますよって言っても、はい、強いチームは最下位にはなんないんですよ。だから、最下位でも関係ないですよ、はい、っていうのは強がりです。最下位、オープン戦最下位だと、もしかしたら1位の可能性もあるけど、はい、ほぼほぼ、そうです、だからまあね、うん、オープン戦最下位で本当に爪隠して、はい、うん、はい、だ、はい、稀にあります、はい、でも確率見てください、 A クラス確率1割です。1割はだからこれ20回あります、はい、20シーズン中1割 A クラス確率、はい、2年しかなかったっていう、はい、でもなったら1位です。そうですね、うん、で B クラス確率9割です。9割、わだからもう残念ながら、はい、あ、オープン戦最下位になると、はい、もう B クラス確定です。 あんだけ僕が、はい、オープン戦負けても関係ないよとか、はい、打たせてるんですよってフォローしましたけど、うん、弱いチームは結局、うん、はい、B クラスです。で強いチームっていうのは、はい、そんな策練っても、うん、オープン戦でも負けないんですよ。なるほど、うん、試しとかそういうレベルでも打っちゃうわけですね、うん、打っちゃう、試しで勝っちゃうんですよ、はい、だって何でもそうでしょ、うん、試しても勝つことあるでしょ。はい、あります。もう試しだったけど勝っちゃったみたいな、なんかこれいい感じのなるわけですね。なるわけですってなった時に、はい、残念ながら、はい、B クラスです。うわ、で今日現在ですけど、はい、最下位近辺にいるのは、はい、中日、巨人、オリックスです。今、いや、まだ分かんないですからね。そうです、まだ、オープン戦は1勝1敗で、はい、試合数がそもそも少ないんで、順位が大きく変動するんで、ワースト2位は A クラスも10番なんですよ。だから11位、オープン戦11位のチームっていうのは A クラス結構あるんですよ。でも最下位になっちゃうとっていう。12位と11位の差ってあるんですね。それはもう最下位ですから。やっぱり最下位になっちゃダメなんですよ。ちょっともう一番下に行っちゃいけないと。はい。ドベリじゃダメなんですかってことですよ。うわー、いや、これちょっとオープン戦最下位、今年のチームとかちょっと気になりますよね。やばいです。でも万が一、はい、1位はあります。可能性は残ってるんですよっていうことですよね。だから、だから、はい、なったら1位のみです。はい、なったら1位、極端だな。でも、はい、でも見て、ほぼ最下位よ、シーズンも。そうですね。だってここ6666じゃないですか。6666だって1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5割、5割、半分の、はい、5割、はい、オープン戦再開になっちゃうと、はい、5割の確率で再開。うわ、ギリギリ。でもギリギリね、4位とかもありますから、まあね、望みは持ってね、4位でもクライマックス出れないからね、はい、確かにそうですね。だってもう、うん、もうクライマックス、まあ、パ・リーグで言えば2004年からプレーオフ制度ですけど、まあ、あのセ・リーグも2007か8かな、うん、からクライマックスシリーズが始まったんで、はい、そっからでもね、もうクライマックスにも出れないから。そうですね、まあ、まあ正直ですよ、4、5、6クライマックス出られなかったら、ほんとそんな変わんないですもんね。その変わんない、変わんない、全然変わんない、うん、あのあれドラフトのウェーバーがだったらもう最下位の方がって思っちゃったりもしますしね、うんうん、いやちょっと、でもここら辺のオリックスマジやばいな、はい、ね、はい、
オリックスがいない。パ・リーグで最下位で近鉄、オリックス、日本ハム。ちょセ・リーグの方が圧倒的に多いですね。セ・リーグ球団気をつけなきゃ、はい、オープン戦最下位になったら B クラスよ。そうですね。で今も近辺にいるのが巨人、中日、オリックスか。あオリックスでもこの動画出るとき、うん、もう終わってるんじゃないですか。もう終わってる可能性あるね。もう、うん、はい、その時はもうね、はい、コメント内で騒いでくださいよ、はい。でちょっとあのもし出てたらオープン戦の結果ちょっとこの辺最下位チームでちょっと教えていただいて、ね、でもね、はい、間違わないで、はい、1割の確率で優勝あるからね。そうですよ、これがあるわけですね。 A クラス入ったら1位、はい、で2位とか3位ない、もう、はい、上か下か。そうですね、 B クラスか優勝かっていう、 そうだあの1割だから最下位になっちゃうとハッピーエンドは1割の確率で優勝できる、はいはい、バッドエンドは5割の確率で最下位、はい、まあ、そもそもが9割 B クラスです。あ、はい、オープン戦もうちょっと真剣にやった方がいいかも。